三上光は日本の教育評論家。テレビドラマ三年 B 組金八先生のモデルの一つになったもと中学校教諭である全国労働組合総連合議長全日本教職員組合委員長を歴任東京都生まれ1953年日本共産党に入党東京大学教育学部を卒業後1955年に 東京都公立中学校の社会科教諭となる。文京区立第一中学校と葛飾区立大道中学校に勤務し、飛行対策などの教育実践を積み重ねる。三上の教育実践が3年 B 組金八先生のモデルになった。教員として現場で実践を積み重ねる傍らで教職員組合役員を歴任し、その後労働組合専従役員となる。 東京都教職員組合委員長に就任、日本教職員組合からの脱退や全日本、教職員組合、全国労働組合総連合の結成に深く関わる。1991年3月から1995年3月には、全教委,委員長、1994年8月から1996年7月に、全道連議長をそれぞれ務めた。 1999年東京都知事選挙に明るい革新都政を作る会の候補者として立候補し66万票余りを得たが落選。2000年3月から2005年9月医療法人財団東京勤労者医療会統括看護専門学校第2代校長子供の権利教育文化全国センター代表委員平和民主 革新の日本を目指す全国の会代表世話人を務めた。教育問題を中心に著書を多数出版している。また宮沢賢治の研究をライフワークにし、著書も出版している。2003年、明日への銀河鉄道、我が心の宮沢賢治で、第18回岩手日報文学賞、賢治賞受賞。2015年8月21日、食道岩のため死去。 83歳坊津、ありがとうございます。